おはようございます。本日7月31日朝9時半にちょっと補足をさせてもらいます。まずは通貨強弱ですね。こちらの方、ぐーっと例の利上げのニュースから広がってますね。これは強弱にインパクトが出てきたってことになります。それまでもね、強い動きがあったんですけども、収束したかなという時にね、日銀のニュースがありましたんで、このように開いているよってことですね。で もう一つのニュースなんですけども、ドル円が152円の60前後に来ましたよってことです。で、2年再利回りは209年以降の水準まで上昇した。まあこういうことを言うとね、頭が痛くなってくるような気がしますけども、こういうのがわからなければ、ファンダメンタルっていうのをね、やっぱ手が出せないってことになっちゃいますんで、まあ簡単にお話し,しますと、利上げの発表があったでしょね、あれが、 あの、日経新聞を通じてなんですけども、日経新聞ってのは財務省の広報機関ですから。だから財務省が直接報道できないことを日経新聞に言わせて、責任を取らない形で市場の変化を見てるわけなんですよね。まあそう考えていくと、日経新聞も随分とずるいところだなと思いますけども、そうやってニュースソースを財務省からもらってるのが日経新聞ですから、いた方がないんですよね。はい。まあそれで、 この値動きなんですけども、これがですね、どこまで進むんでしょうかってところですけども、基本的にはこれ、ずん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 進むと思いますよ。これから次々と新しい国内債券とかね、利回り商品とかの利上げが追随しますよってことが起これば起こるほど、円高に触れるってことになります。まあ、今までは国内商品がゼロ金利政策で、全然儲からない投資商品ばっかりだったと。 ね、それに対して、まあ、ドル建てのものっていうのは、随分と利息が高かったんで、世界中からお金を集めていたんですけども、それが傾き始めましたよってことですよね。まあ、考えてみたらすごいことで、日銀の方の利上げを発表したぐらいでね、実際に頻繁に利上げの、まあ、角度が強くなったってことはないんですよ。ね、例えば、利回りを1%、2%取りましたみたいなもの、まだ訪れてません。せいぜい0.1とかね、0.25とかね、このぐらいなんですよ。 なのに、このぐらいまで円に対する期待でドルが売られて円が買われるという流れが起きますのでこれ本格的にですね円高政策が始まるともしくはドルの金利を下げていくとこれ再び円高が起きるんじゃないかなというふうにちょっとこの場ではね雑談させていただきまます。すそれれでで、は、つののの通貨強弱とととニュースの方、ちょっと貼り付けけきますのでご覧いいただければと思います。